アデン湾地図アデン湾はインド洋の北西側にあり、北はアラビア半島、南はアフリカ大陸のソマリア半島に挟まれた東西に細長い湾。湾の西側にはバブエルマンデブ海峡を介して航海が広がっている。東はアラビア海へつながる。イエメン、ジブチ、ソマリアと接している。国際水路機関はアデン湾の境界を以下のように定めている。 水深は平均500メートルで海底は新大3期にアラビアプレートとアフリカプレートが分離拡大したために生じた。海底を走る線はプレートの分離を示す断層。インド洋の白い線は応援フラクチャーゾーンの置2 0 0 8年4月に日本有線のタンカー、鉱山が武装した海賊に攻撃され被弾するという事件が発生するなどソマリアの情勢悪化に伴い、 近年ガーデン湾における海賊の被害が多発している。海賊被害の多発を受け、国連アンポリは各国に対して、海賊、武装強盗対策のために必要な措置を取ることを認めるアンポリ決議1816号を採択した。2008年11月11日には、イギリス海軍の22型フリゲートが、海賊に襲われた貨物船の救助に駆けつけ、 海賊と交戦する事件があった。ありがとうございます。